ネタ切れか。はい、よし、始まりました。TV おやじのスイランです。ごめんなさいね。豚草ってしてますかね。あれの鼻炎でちょっとマスクしてますけど。今日はですね、ジャブロードアム来てます。気温が3度で、水温がさっき測ったんですけども、13度です。はい。でですね、今回ですね、岐阜県のですね、飛騨高山にありますサンレアルっていうメーカーのですね、バーディーバイブこいつをですねちょっと使ってみたいと思います。だいぶ水温も下がってますので、魚も多分ちょっと深いところに、ディープなところにいるかなと思って、ちょっとまあいろいろ持って使ってみますけども、まあ、トップも もちろん持ってきます。はい。それとですね、竿も2本持ってきます。スピニングと、ベイト。はい。スピニングですね、前シマノのピットブルーの1号を つけてたんですけど、よく切れるんで、いつも使ってるナイロンですね、 GTR の、トップウォーター専用のナイロンです。これの12ポンドを今回つけてみました。どうなるかな。カヤックなんでそんなに飛距離飛ばさなくても、まあ接近戦でいけるんで、まあ、あえて12ポンドの、ナイロンですねつけてみました。で、竿がですね、これ前も紹介したんですけど、サンダーバードでタックレット、最近のタックレットさんで、15センチぐらいカットしてもらって、カヤック用にしてもらいました。まあ、カヤックどうしてもね、短い方がこう先でこうルーバーが光った時に手が届くんで、まあ、短めにカットしてもらって、でもう一つがですね、これも多治見のタックレットさんで作ってもらったやつですね、赤い彗星ってやつですね、見えますかね、はい、これの、これも GTR のナイロンの20ポンドつけています。この2本でですね、このジャブダムを進めていただきます。はい。今がですね、朝7時なんで、それから、水もですね、結構今日満水ですので、ちょっと上流の方をですね攻めてみたいと思います。はい。あとですね、僕のフェラーリ壊れてしまったんで、また新しい車、ポルシェ9万円消費を全部込み込みで9万円、もちろん税込み9万円のポルシェを買いました。はい。よし。だいぶですね、前のフェラーリよりも広くなったんで快適です。はい。さあ行きますかね。さあ、どんなドラマが待ってるか、 VTR 皆さんご一緒にスタート。トラブル発生です。途中まで行ったんですけど、ルアーを車に忘れたことがきつい。今車に戻ります。やっちまったな。
ップはこれ、フォーティーヤーズオールドキクランキットのスーチャーモードですね。
よしよしよし、はい、釣り終わりました。今がですね12時55分です。はい、まあ、増水してたんですけど、結論から言うとちょっとコンディション悪いですね。多分水温がもう13度になってしまってるんで、結構もうディープなとこにいるのかなっていう感じがするんですけども、インレットの流れ込みのとこももう小魚すらいなかったっていう感じですね。何もない感じです。はい、ですね、でこれ、サンレアルかですかね、サンレアルのバーディーバイブ、これ使ってみました。ですね、なんですかね、自分がイメージしちゃったよりもすごく静かですね。サイレントな動きでビーってこう、結構ねこういう感じでプルルルって小刻みに入れてくる感じですね。プルルルって感じで、はい、でこのディテールもですね、こうちょっといい感じで、さあ皆さん見てもらって、セクシーな感じですね。これもう色といい、この形といい、もうセクシーですね。これ小泉進次郎か。だからね、これ今度海でも使っていいのかなと思っています。はい、一匹だけね、寄ってきました。じゃあカヤックに気づいて U ターンしてきてた感じですね。残念ですけど、ちょっと魚種割りはちょっと分かんないかったんですけど、どうやら30センチぐらいの濁いかなって感じするんですけど、ヒットまではいかなかったですね。はい、でですね、終わりましょうかね。はい、じゃあ皆さん、ご視聴ありがとうございました。じゃあ頑張りましょう。